はいどうも、ビバです。当チャンネルではアクアリウム用品をいろいろ自作しているんですが、最新の自作グッズがこちら、三日月型デザインが特徴的なこのアイテム、実はプロホースホルダー。裏面のクロスする溝で5ミリガラスと6ミリガラスの両方に設置が可能で、このように水槽に固定することができます。この丸いくぼみはプロホース S と ML に対応していて、プロホースを固定すると水替え時にプロホースを手で持つ必要がなくなります。この小さな溝は排水ホースの先端をはめると排水口が水面より高くなるので、一時的に排水を止めることも可能です。この自作アイテムはビバアクア史上デザイン面と機能面で最高傑作。また改めて紹介したいとは思いますが、こういったオリジナルアイテムを形にできるのが 3D プリンター。しかももしビバアクアがデータを配布した際にご自宅に 3D プリンターがあれば、同じものが自宅で作れちゃう。しかも今見てもらっているのはホワイトなんですが、赤でも青でもレインボーでも好きな色で作ることができます。さあ、皆さんの 3D プリンター欲しい欲がマックスになったところで、まだなってない、気になりだしたところで、実は今回最新の 3D プリンターをご提供いただいたので皆さんにご紹介したいと思います。今回の動画は最初にご提供いただいた 3D プリンターの紹介、そしてこれから 3D プリンターを導入しようか悩んでいる方に開封から組み立ての様子をお届けしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。今回紹介するのはクリアリティ社の FDM プリンター ENDER3V3KE。 前回紹介した ENDER3V3SE の上位モデルになります。パワーアップした点や追加された点がたくさんあるんですが、まず分かりやすいのがここ、ディスプレイがタッチ対応になりました。 SE のノブ式も操作しやすいんですけど、タッチパネルになったことでより直感的に操作ができます。データの読み込みもここに集約されて USB-A が2つ。従来側面にあった SD カードスロットは廃止されてしまったんですが、なんと Wi-Fi に対応しました。パソコンやスマホから印刷や制御が可能になっています。これめっちゃ便利。 3D プリンターってこのプリントヘッドが縦横無尽に動くんですけど、この X 軸が従来のローラー式からボールベアリングのレール式になって耐久性アップ、動きも滑らかになりました。 Y 軸はデュアルシャフト、 Z 軸はデュアルスクリューで、これは SE と同等の安定性です。またこれも SE から引き続き Z 軸自動調整とオートレベリングを搭載しています。特にオートレベリングは SE が16点だったのに対して KE は25点での計測になりました。ビルドプレートはこの界隈では評判の高いペイフレキシブルシートが標準でセットされています。これは印刷物がめっちゃ取り外しやすい。使用できるフィラメントは PLA、PETG、ABS、TPU、ASA、フィラメント切れセンサーも標準装備しています。そして一番気になるポイント、最高印刷速度が最大500ms/秒、最大加速度が8000ms/秒となりました。これはこの印刷速度に対応したハイパー PLA を使用する必要があるんですが、よくあるボートの印刷時間を比較すると50ms/秒で1時間46分、 SE の250ms/秒で28分、 KE の500ms/秒だと15分で印刷完了します。普段の運用では 300ms/秒くらいで使うことになりそうですが、恐ろしいスピードですね。では実際に 500ms/秒の印刷速度を体験したいと思います。印刷データは付属の USB に収録されているもの、フィラメントはご提供いただいたハイパー PLA を使います。では印刷ちょっと待って、何これ、すごい、めっちゃ速くないすごいすごい、動きが異常に速い。うーわ、怖。アウトラインはねゆっくりいくんですけど、他の部分の印刷速度めちゃめちゃやばいですね。すごいすごい、テーブルへの振動が半端ない。これはあっという間に印刷終わりそう。はい、印刷終わりましためちゃめちゃ早いですね。感覚的にはコーヒー入れて一息ついてる間に印刷が終わるイメージ。では印刷のクオリティを見てみましょう。赤いボートは ENDER3V3KE で印刷速度 500ms/秒、 フィラメントはハイパー PLA で印刷したものです。黄色いボートは印刷速度は 180ms/秒、 フィラメントは通常の PLA で印刷したもの。黄色の方が高クオリティ設定で印刷してるんですけど、どうでしょう、全然遜色のない印刷結果。
若干オーバーハングという空中にせり出てる部分はフィラメントが垂れているんですけど、印刷時間は赤い方が15分、黄色い方は1時間程度。この速度の違いでこのクオリティであればモックアップとかの作成にとても役立ちそうです。正直 Ender 3 V3 SE の時も印刷速度の速さはびっくりしたんですけど、今回はさらに度肝を抜かれました。ではビバークアは実際どんな感じで 3D プリンターを楽しんでいるかというと、やっぱり最初に紹介したようなアクアリウム用品とかを作るときですね。これはクリアリティプリントという 3D プリンターをやるときには必須のスライサーソフトというものなんですけど、このクリアリティ純正のソフトを使うと 3D データのスライスはもちろんのこと、なんとここから Wi-Fi 設定した Ender 3V3 KE、 こちらにデータを送ることができます。この画面から先ほどの 3D データをプリンター側に送ると、今は勝手に向こうの方で 3D プリンターが動き出すんですけど、ヒートベッドとノズルの温度もしっかり上げて、印刷の残り時間とかもここで確認することができます。もちろん印刷の一時停止とか中断も可能です。今 3D プリンター動いてますね。ちょっと見に行きましょう。はい、印刷が始まっています。今回は KE の爆速ではなくって、印刷失敗したくないのでちょっとゆっくりめの印刷速度でやっています。今印刷しているのはこちらの赤バージョン。フィラメントの色を変えるだけでいろんな色のものを作れるのですごい面白いです。というわけで紹介してきた Ender 3 V3 KE ですが、実際に触ってみるとかなり魅力的な機能満載です。もちろんその分商品価格も上がってるので、このあたり SE と KE どちらを選べばいいか悩ましいところです。実際の価格については下の動画説明欄から公式ショップにてご確認ください。ちなみに1月1日から3日までの間、クリアリティ日本公式サイトでは新春セール開催されてます。 3D プリンターの購入悩んでる方はこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。新しい年に新しいことを始めてみたい方、自分でグッズを作ってみたい方、もしくはビバークアの自作アイテムに興味のある方、 3D プリンターおすすめです。では最後にこの Ender 3 V3KE の開封から組み立て方法を見てみたいと思います。これから 3D プリンター買おうか検討している方で、購入しても自分で組み立てられるのかどうか不安だって思っている方いらっしゃると思います。なので今回は組み立てから紹介をしていきます。といってもちょこっとパーツを組み立ててケーブルとかつなぐだけで完了するので、サクッと組み立てちゃいたいと思います。では段ボールの中身、まず説明書と工具類とかネジ、 USB メモリ、お試し用のフィラメント、タッチ操作対応のディスプレイ、二口対応の電源コードとフィラメントホルダー、そして本体、こちらのコの字型のパーツ結構重たいので注意、そして土台部分ですね、これも重たいので取り出し注意。あー、どっしりしてる。はい、これで中身は全て取り出しました。この説明書の中に内容物記載されてますので、足りないものがないかしっかりとチェックをします。まずこのベースとビルドプレートの間にクッションがあるので、これ外しちゃいます。そしてベースのこの部分とこちらのこの部分に先ほどのコの字型のパーツを挿してネジで固定するんですけど、ベースの裏側からネジを止めます。こういうテーブルの上に乗せてこんな状態で裏側からネジ止めをするのが一番スマートかなと思います。この字型パーツの片方の先端にケーブルがついています。土台にも小さな穴があるので、その穴にケーブルを通しながらこの字パーツを差し込みます。裏側からネジを3箇所固定します。ネジ止めが終わったらベースに通したこの字型パーツのケーブルと、こちらはベースから出てるケーブル、これを切り欠き合わせてしっかりとつなぎます。この字型パーツの片方にネジを2つ止める箇所があります。これはベースの裏からではなくて表から、こことここですね。本体右側面にネジ穴が3つあるのでモニターを取り付けます。取り付け終わったらベースから出てるこのケーブルをモニターの後ろのコネクタに差し込みます。続いてこちらのパーツを取り付けます。これはフィラメントホルダー、この鉄板の底にネジ穴2つあるのでこれを合わせてネジで止めます。そしてこのプラプラするパーツ、矢印が下向きの状態で側面にこの字型パーツから出てるケーブルを差し込みます。そして今裏面から見てるんですが、この穴の部分にこちらのハンドルを取り付けます。ハンドル差し込んで裏から固定します。この出っ張りが本体の正面に出る感じです。間違ってもここ持って本体持ち上げないようにしましょう。続いてこの字型パーツについてるこの黒い塊、プリンターヘッドって言うんですけど、これの奥に細長いコネクタがあります。このベース左側面から出てるこちらのケーブルをこの字型パーツの裏側からこのバーとバーの間、ここから通してプリンターヘッドに挿します。
ケーブルがねじれないようにも注意します。今裏側から見ていて、このプリンタヘッドにケーブルを挿すんですけど、この平たいケーブルの途中に何やらシールが貼ってあって、ケーブルが分岐しているところがあります。シールの貼ってあるところは最終的にこの部分にはめ込むので、なるべくこの状態でこの平たいケーブルがねじれたりしないように配線をします。ではプリンタヘッドにケーブルを挿します。この左右についているパーツを開いておきます。そしてケーブルを挿します。こちらグッと差し込むと、両サイドのホルダーが自動的にケーブルを押さえ込みます。ケーブルを差し込んだら、こちらのパーツをこのネジに留めてケーブルを固定します。はい、 OK ですね。そしてこの字型パーツの後ろ側、この塊にコネクタが付いているので、先ほどのシールの付いているところのケーブル、これを差し込みます。そしてこのシールの部分をここのホルダーにはめ込みます。こんな感じですね。そして最後、この字型パーツの片方の根元にコネクタがありますので、このベースから伸びているケーブル、これを差し込みます。あとこれもチェック忘れないでほしいんですけど、本体背面に黄色いラベルと赤いスイッチがあります。日本国内で使う場合はこのスイッチを 115V と書いてあるのが見えるように設定します。はい、これで組み立て完了です。お疲れ様でした。どうだったでしょうか。結構簡単だとは思うんですが、無事に組み立てられたでしょうか。それではこの後、最初の電源投入から使い始めるまで見ていきたいと思います。まずは電源コードをつないで、電源スイッチをオン。モニターの方にロゴが表示されて、はい、ここから初期設定が始まります。といっても難しいことはないので、サクサクいきます。自己診断プロセスへようこそ。印刷用台紙を置いてくださいと書いてるんですが、これは無視します。検出を開始すると本体が動き出します。これは何をしているかというと、自動 Z オフセットという印刷時の調整ですね。これも後ほど好きなタイミングで行うことができます。画面には作業工程が表示されているので、指示に従って作業完了を待ちます。はい、作業完了しました。これで初期設定は完了です。続いてフィラメントをセットしてテスト印刷をしてみます。こちらがフィラメントという 3D プリンターの材料です。本体にはテスト用に少量のフィラメントも入っています。このフィラメントはフィラメントホルダーに引っ掛けて、フィラメントをこう伸ばしてプリンターヘッドにつなぐんですけど、今回はせっかく付属してたのでこちらを使ってみます。こちらも同様にフィラメントホルダーに引っ掛けて、こんな感じでプリンターヘッドまでつなぎます。フィラメントの先端部分を斜め45度にカットします。先端が鋭く尖るようにカット。これはもうそういう儀式みたいなものなので覚えておいてください。そしてフィラメントをフィラメント切れセンサーの矢印の向きに上から刺します。そしてプリンターヘッドの上部にあるこの穴にフィラメントを刺します。その際、横にあるこれをギュッと押してフィラメントを奥まで差し込みます。そして左から2番目の調整タブで、上の真ん中にある絞り出す、収縮する、ここにインフィードというのがあるので、これを押します。これを押すことでフィラメントがプリンターヘッドの中に引き込まれていきます。ではテストプリントしてみます。付属の USB をディスプレイ横の USB スロットに差し込みます。真ん中のタブ、これを選んで上にある USB メモリ、これで USB メモリの中にある船のデータを選ぶことができます。ここにキャリブレーションとあるんですけど、これはさっき行った Z 軸調整とオートレベリング、毎回やれば安心かとは思うんですけど、そんなに頻繁にやらなくても OK です。あとは印刷を押せば印刷開始。印刷の最初はビルドプレートとフィラメントの出てくるノズルを温めるので、ちょっと時間かかります。温め終わるとこんな感じで動き出します。はい、印刷始まりました。早いですね。相変わらずぶっちぎっている。本体付属のフィラメントもハイパー PLA なので、この KE の最高速度を体験することができます。ただ結構本体揺れるので、上に乗っけたフィラメント落ちてこないように気をつけてください。ちなみに印刷速度は 100mm 秒とか 200mm 秒とか自由に設定することができます。ゆっくり印刷するときはこういった振動とか音とかもかなり軽減されるので、その点は安心してください。はい、印刷が終わりました。 SE も KE もビルドプレートマグネットでくっついているので簡単に外すことができます。ただ印刷したてのときは熱いのでお気をつけください。そして KE で採用しているペイフレキシブルビルドプレートはとても印刷物が外しやすいです。このプレートをしならせると簡単に外すことができます。 SE の PG 鋼板もすごい外しやすいんですけど、やっぱりこっちのペイフレキシブルビルドプレートはすごい外しやすいですね。あのスピードでは考えられないぐらいめっちゃ綺麗。赤いフィラメント使った時より綺麗に見えるな。
これでエンダー 3V3 経由の組み立てから初期設定、テストプリントまでの流れが完了です。電源を切るときはプリンタヘッドのファンが止まってから切るようにします。あとフィラメントは次回もそのまま使うのであればセットしたままで問題ないです。ビルドプレートはぶつかって歪んだりしたら嫌なので本体内まで下げておきましょう。 3D プリンターはほとんど海外製品なので、なんかマニュアル的な動画作ってみようかな。今回は 3D プリンター検討中の方向けに導入部分をご紹介させていただきました。というわけで今回の動画は以上です。今後も 3D プリンターでアクアリウム用品とか面白いアイテムを作っていきたいと思ってますので、もし気になる方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。 3D プリンター気になった方はぜひ下のクリアリティ公式サイトをチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。